今年の交流戦についてまとめました。雨天中止となった分のゲームなどが21日木曜日まで行われまして、日本生命セパ交流戦2018が終了しました。ファイターズは10勝8敗2つ勝ち越しで12球団5位という結果に終わりました。2年ぶりの勝ち越しです。でライオンズと同じ10勝8敗でしたが、得失点率でファイターズが上位と。で12球団最高勝率はスワローズで賞金500万円。ただパリーグ59勝セリーグ48勝とパリーグは11勝勝ち越して9年連続13度目の勝ち越し、勝ち越しリーグの順位順に賞金が振り分けられ、バファローズ1000万円、マリーンズ500万円、ホークス400万円、ファイターズ300万円、ライオンズ200万円、イーグルス100万円ゲットで、交流戦 MVP は勝ち越しリーグの1位球団から選ばれて、バファローズの吉田正尚が選出され賞金200万円をゲットと。日本生命賞ですけれども、マリーンズ石川、スワローズ石山が選出されてそれぞれ賞金100万円をゲットしておりますと、こういう風になりましたけれども、はい、ファイターズはまあ10勝8敗2つ勝ち越したという形、これはどうでしたか、この交流戦ファイターズに関しては。交流戦をやっぱ得意としているファイターズにしてはそこそこ止まりかな。うん、なるほど。大躍進とまでは言ってないんで、ちょっとベイスターズにね3連敗した時はちょっと危ないかなとね、そうですよね、うん、思いましたけどもね、うん、でもやっぱり負け子さんやんか、はいはい、時には作ってくれるやんか。そうですね、うん、なので交流戦の間に順位も下げなかったし、はい、うん、まあ、そのあたりは、まあ、あと選手の起用法とか選手のあり方見たら収穫は多かった交流戦やったと思うよ。うん、まあ、ヤクルトがね、最高勝率チームになりましたが、はい、パリーグは9年連続勝ち越して、でパリーグはイーグルス以外5球団がみんな貯金作ってるということで、うん、結局なかなかそのね、差を縮めたりとか、はい、まあ、できなかったような形になりましたけども、まあ、交流戦パリーグはレベルの高い、そういう中での争いということになりましたもんね。うん、うまいね。ええー。まあ、ヤクルト以外、セントラルリーグは結構、もがいてたもんな。そうですね。うん。まあ、だから取りこぼしが許されない中で、まあ、なんとか勝ち越したという、ファイターズになりました。そうやね。ヤクルトの最高勝率、これはどうですか？いや、これね、はい、やっぱラッキーボーイって存在するやんか。はい。ラッキーボーイが、投打において複数ずついたやな。ほう。投げる方で言うとさ、あれカラシティと中尾だっけ、はい、中尾、はいはい、左のね、セットアッパーね、うん、すごく勝ち運持ってたやん、うん、だ彼ら出てきたらなんとかどないかなるんちゃうかと、はい、うん、思わせるぐらいまでなったし、ええ、うん、で打つ方で言っても青木、はい、ランニングホームラン打ったり、はい、うん、ほんで西浦っていうのがグイグイ来てたやん、うん、ほんでもっともっと上げたらラッキーボーイ的な存在がやっぱり多い、はいはい、うん、そういうチームはやっぱ勢いすごいな。そうですね、強いわ。 その、ま、回もありましてセリーグはね、順位がすごい混沌としてるという状況になりましたけれどもね、うん、あとよく僕が言う交流戦に入るとか交流戦が明けてリーグ戦再開とか、はい、そうなった時にさ、このインデックスを引かれた時の切り替えでチームの様を大きく変えたいと、うん、だヤクルトはリーグ戦最下位で交流戦入っていったやんか、はい、もう開き直りやね。そうですね、なるほどね、うん、なんかうまいこと野球が進まなかったセントラルリーグの選手たちとしばらく変わせへんから、はい、まあ、フレッシュなパリーグの選手と思い切ってちょっと野球やってみようかというような形がさ、はい、あれよあれよと連勝やったやんか。うん、あー、まあ、史上初のリーグ最下位から交流戦最高勝率チームと、で球団初の交流戦の勝率第1位ということになりました、うん、それが賞金1000万もらわれへんっていうのが、まあ、つば九郎に対するオチやな。オチです、そうですね、うん、リーグ対決なんでね、はい、うん、そう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 、フチよう言うてくれた、はい、リーグ対決を重んじた日本生命さんの、賞金分配やったよね。そういうことですね、うん、セパ交流戦セリーグ対パリーグどっちが勝ち越すんでしょうかっていうのを重んじた賞金配分のルールがこういうことになったよね、はい、うん、ということでございました、はい、パリーグは22日金曜日ホットモットフィールド神戸でのバファローズ対ホークス戦の誤審が大きな問題となっています。3対3で迎えた延長10回の表、ホークス中村晃のライトポール際の打球がファールと判定されて、リクエストによるリプレイ検証の結果勝ち越しツーランと判定されました。
バファローズ福良監督は納得いかず、試合後に2度猛抗議をして、審判団が誤審を認めました。バファローズ側は誤審のあった場面から試合をやり直すなどの要望を出しております。まず一つはそれなんですね、うん、まさかのね、その判定を正しくというね、誤審がないようにということで行ったリプレイ検証でまさかの誤審ということになりまして、ひょうたんさん、リプレイ検証しての間違いで勝敗が決する重大なミスは大問題です。つまらない質問ですが、監督選手は退場や罰金、出場試合停止などの罰則がありますが、これだけの誤審は審判にも適用すべきではないでしょうか。ちなみに再試合はすべきなんでしょうか、というふうにもいただきましたけれども、これガンちゃんどうですか、分かってました、事の詳細って。うん、分かってる分かってる。確かにポール際すごく際どかったんやけど、僕もテレビで見た限りではもうちょっと確認できへんかったわけよ。はいはい。うん、ほんでまあアンパイアが見てホームランって言うんやから、はい、もうあれあの角度やったらネットに当たるはずやねんなと思って、ポールのね。はいはい。うん、それがなかったからさ、うん、あれーと思って。これね、そして一度その時にコマ送りしてみたんですけれども、まあ審判団はその、うん、一応制限5分間っていうのがあるんですね、リプレイ検証っていうのはね、うん、まあそれで早く試合にを再開したいっていうもちろん思いもあったんでしょうから、そのところで、うん、あ、これはホームランだと、ファールからホームランだっていうふうに認めたんですけども、よくよく見たらコマ送りしてる箇所が間違ってたみたいで、うん、でどうやらまあいや、これは完全にファールだったねっていう話で認めたということなんですね。で、オリックスの本部長は試合の続行を要望したと。まあ3対3延長10回2アウト1塁から、そこで結局決勝ホームランになったので、まあその前の状況に戻して、ルール上は無理だけれども完全に間違ってるなら特例として認めてもらいたいというふうにも言いつつ、まあ制限の5分間というふうに言わずにしっかり見てほしいと。いうことも合わせて要望したということなんですけれども、まあ野球規則ルール上ではね、そういう再試合っていうのは認められてないので、まあもうこれしょうがないっちゃしょうがないですけど、ただ勝敗決するプレーでリプレイ検証で誤審というのは、まあ本当にあってはならないミスをしてしまったということになりましたね。ほんまやね。まあリプレイ検証ないときはそのままね、昔東京ドームで篠塚さんのゲオス内藤さんから打ったホームランうんぬんかんぬんであったけど、はい、今やリプレイ検証が、リプレイ検証があるにもかかわらずそれっていうのは、はい、まあこれちょっと問題になるわね。そうですね。まあこの一勝でね、優勝が結局シーズン最後に左右されるとかになったらね、本当に大引いてしまいますが、そうなった時の再試合じゃないかな。どうなんですかね。ゲオサが空いてたらそのままでやるのか、その公式の記録が、でもこれ個人記録も変わってくるからな。まあそういうのもね、防御率とかさ、はい、ということで、うわ難しい、これ大問題やな。リプレイ検証してるのに間違えるって、それ認めたって言ったら、そうですね、ここでまあ認めたことによってそういうふうな話になりましたが、さすがの温厚な福良さんも怒るわな。そうですね、ちょっとまあまあ現時点ではお気の毒にとしか言いようがないんですけれども、審判団にはもう絶対そういうことがないようにしてもらいたいと思います。でもう一つ、こちらも残念な情報なんですけれども、マリーンズの大峰翔太が自身の金銭トラブルで現役を引退することになりました。2年半前から複数の金融機関とトラブルがあって注意などを受けましたが、解決できず責任を取る形となったということなんですよ。うん、これだからまあ借金をしてなかなかお金を返すことができず、返さず、まあその金融機関から球団にもそういうふうに、まあ話が来ていて、でなかなか結局お金をかけ、借りても返せないということで、ただまあ、お金というより本人の環境を変えたいという思いもあって、一からやり直したいという思いもあって、それを了承したということで、まあ公式のコメント、公式の発表では大峰翔太は現役引退ということになります。ちょっと詳細は分からんけどさ、はい、プロ野球選手やってて自分のことで借金するってちょっと不思議やな。ちょっとね、そうですね、それなりの給与儲けるはずやのにな。
まあ、一応そのね、反社会勢力からお金を借りたとかいうことではないという話ではあるんですけれどもね。まあノンバンクのなんかちょっと金利がそこそこのやつかな。まあただやっぱりプロとしての自覚が足りないと、甘さから来ていると本人はコメント発表してますんで。そこそこいい選手になって、さあいつ頃レギュラー取ってくれるのかなと思ってた選手やろな、はい、そうですね、ちょっと残念です。兄貴の肩身狭いやろ、こうなったら。そうですね、はい。